公益社団法人日本近代五種協会は、日本近代五種、バイアスロン連合を前進とし、2011年4月1日より、現在の法人に改組した。日本における近代五種協議の、国内協議連盟であり、国際近代五種連合、日本オリンピック委員会、日本スポーツ協会に加盟している。 1964年の東京オリンピックを目標2955年12月に日本近代五種競技連合として結成され日本体育協会に加盟した。当時、近代五種の競技経験者は皆無であり、また、銃器の使用が制限されているため、防衛庁と警視庁の中から性、技、体に優れている18名を選び選手要請に努め、 1956年7月4日から9日までの5日間、初の日本選手権を実施した。1960年ローマオリンピックには、視察員として役員2名の選手を日本代表として初めて参加させた。近年においては、女子種目でワールドカップモスクワ大会のファイナリストとして初の出場権を獲得した。 クロス・ナルミが29位と大検討を果たしている。ありがとうございます。